そもそも現実に戻るにはホテルに行かないとダメなんじゃないかな。おかしい、みんなどこに行ったの？あいつが何か企んでるの？またお会いしましたね。ああ、僕の忠告を気にもかけていないようだ。残念です。そんなにその少女に夢中なのですか？あなたは本当にあまりに周りが見えていない。気をつけて。今ならはっきりわかる。君の友達には問題があるって。おや、この勇敢なお嬢さんはあなたを守りたいようですね。なぜでしょう？あなたたち、そんなに親密な関係でしたっけ？ふざけないで。あなたの性格、とっても好きですよ、お嬢さん。そこの足毛と違って、あなたの鼻が利くことも認めましょう。それでも、あなたは集団に遅れをとっている。この状況になっても、まだ気づいていないのですから。ファミリーが隠したこの美しい夢の裏に隠された秘密に、そして氷雪の世界を救った開拓者、散歩のやつ、ヤリーロ6の物語を一体どれだけ誇張したの？ま、彼の話を信じちゃった方が悪いか。本当に足毛ちゃんには失望したよ。悪いけど、本当の無境の中でちょっと眠ってて。ここはどこ？ホテルに戻ったの？いや、この感じ夢に入った直後の景色と雰囲気が似てる。連絡はできないか。ミハイル、いるの？ミハイル、どこに行ったの？
何これ、変なの。君もここに。私にもわからない。とにかく私たちはまだ夢の中にいる。他のどこでもない、ましてや現実でもない。空気中に奥質独特の感触があるから間違いないよ。でもここは私が知ってる美しい夢とは全然違う。幽閉、静寂、不安。この漂ってる文字が見えるでしょ。ファミリーが治めてるピノコニーならこんな場所あるはずがない。そうなるとこれは夢の泡。違う、覚えてる、私たちが気を失う前、君の友達はこう言ってた。本当の無境って。もっと早く彼を疑うべきだった。ごめんなさい。いずれにしてもファミリーが無境の真実について何か隠してることは間違いないと思う。それに君も目が覚めた時に気づいたでしょ。そこら中から聞こえる時計の音、私の直感が言ってる。ここに隠された秘密はきっとあの謎の時計屋にも関係してるって。もしそれが時計屋の遺産を指してるなら、今ピノコニーの夢の中にいる全ての人に密接に関係してることになる。行こう。真実を見つけるためにも、ここから出るためにも、まずは動かないと。重力を勝手に変えるのは厳しく禁止されてるのに。気をつけて、壁に変なのがいる。ナイトメア劇団じゃないみたい。浮世一、
ミハイル？くだらない。この曲をあんたにもっと食材の時だ。亡者再臨。ランス、戦闘準備。トン月光を剣とす。盛り上がってるじゃん。乗ってる？こっからが本番だよ。もっと。いいど。引けば見逃す。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。してるこの文字って誰の心の声なんだろう。ミハイルって誰なのかな。なんとなくわかる。あれに込められた思いが、迷い、恐怖、悲しみ、そしてほとんど感じられないほど弱々しい死を顧みない決意。
せめて僕も一緒に、ねえ、願いだから。うん、多ければ多いほどいいよね。危険な状況だけど成功だね。でもファミリーは、無境は絶対安全だって対外的に約束してたのに。ここにはパズルしかないね。は両側の部屋に飛んでいったみたい。僕は絶対にそれを約束する。だからミハイルも自分を守って。
空きが埋まるはず。ミハイルが気づかないと、この子が守ってくれるから。あ、壁が消えた。そろそろゴールかな。一つだけ怪しい。開けてみよう。何？どうして急に明かりがついたの？びっくりした。それにしてもこんなにドアがあるなんて。多分この中のどれか一つから出られると思うんだけど。下手に動くな。生死虚実、同点元気、勝負一角。はっ、ちゃんと直さないと。ふっふっはっ。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。お別れの時だ。騒ぎを起こしたくはない。亡者再臨。これからどういうのに。いい度胸だね。戦士を授けん。償いたまえ。私が守る。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。聞いたな。厄介を避け。ありがとう。亡者再臨。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、同点元気、勝負一角。逃がさないわ。
まだ分かってる。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もよ。争いに意味はない。お別れの時だ。途中で会ったモンスターたちに似てる。これがファミリーの隠してる秘密なの。騒ぎを起こしたくはない。これいい度胸だね。争いに意味はない。戦士を授けん。ありがとう。これさあ騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、同点元気、超無一角。お別れの時だ。厄介を避け。助かった、ありがとう。償いたまえ。戦闘は設計みたいなものよ。まだ分かってないの。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もよ。争いに意味はない。大丈夫。亡者再臨。ちゃんと直さないと。やっ、いい度胸ね。騒ぎを起こしたくはない。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。争いに意味はない。ランス、戦闘準備。生死虚実、同点元気、超無一角。ここから抜け出す方法はないの。甘く見たな。騒ぎを起こしたくはない。食らわないというのか。正しい方法を知らなければ死の影から逃れることはできないわ。あなたは落ち着いてください。私はあなたたちの味方よ。私の手はメモキーパー。ブラックスマンの頼みちゃん。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。逃がさないわ。さあ亡者再臨。生死虚実、同点元気、超無一角。直さないと。やっ、いい度胸だね。厄介を避け。安心しろ。償いたまえ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もよ。生死虚実、同点元気、超無一角。はっ、逃がさないわ。後悔しても遅い。やっ、戦闘は設計みたい。はっ、やっ、そんな。お、騒ぎを起こしたくはない。亡者再臨。
死を授けん。ありがとう。まだ分かってない。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。やり先に火を。炎の槍を断ち切れ。お別れの時だ。また会いましょう。さあ行って目が覚めた、寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら？ようこそ、現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る、最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原始の無境の影響を受けなかったなんて、運がいいわね。あなたの頭の中が疑問符でいっぱいなのは分かっているけど、焦らないで。まずはあなたを心配している仲間たちに無事を報告しましょう。